さて、問題です。これはなんだえーっと、クマさん。ピンポーン。じゃあ、これはえ、またクマさんプップー、ハズれですし。じゃあ、月のワグマプップー、グリズリー。ププー、正解は、パンダです。 それはわからないわね。かなりの難問だったわ。ふっふっふ。これ学校でもやってみようっと。みんなびっくりするわね、きっと。それじゃあ、今日はこんなお話をしてあげましょうね。影の正体。それじゃあ行ってきます。うん、ママ、無理は気持ちだよ。自分のペースで車には気をつけて。もうパパったら、私子供じゃないのよ。 でも、マリカのことが心配なんだよ。大丈夫。秋信は心配性すぎるのよ。そろそろ体力つけないと、ミアと遊べないでしょそう、だな。じゃあ、行ってらっしゃい。子供の頃、私は男子に混じってサッカーをやっていた。小学校のクラブ活動で飽き足らず、スポショーでもサッカーをやっていた。けれど、私の住む町には女子サッカーのスポショーはほとんどなく、通っている小学校も男子サッカーのみだった。 マリカはうまいし、てかそこいらの男子より上手いから足手まといにならないよ。先生、マリカもスポショを入れてあげてよ。男子サッカーと銘打っているので女子は入れないと諦めていたけれど、そんな私が入れるようにコーチに掛け合ってくれたのが秋信だった。中学になって私は女子サッカー部を立ち上げ、秋信は中学の学区が違ったのでしばらくは疎遠になっていた。同窓会で久々に再会した時、秋信は膝の靭帯を痛めてプロを断念、ね。 私もずっとサッカーを続けていけるほどの実力はなかったけれど、サッカーは好きなので、趣味程度にフットサイクラブに一緒に入ることにした。付き合い始めるのに時間はかからず、付き合って2年後に結婚した。さらに2年後に、娘のミアが生まれ、とても幸せな人生を歩むはずだった。しかし、やっと終わった。引き渡し、出産前に間に合ってよかったね。本当はもっと早いはずだったのに、資材不足には抗えないな。 でも妥協しなくてよかった。理想の我が家ね。そうだな。これから家族三人になるんだし、もっと頑張るぞ。え<っ>どうした、マリカ。今、二階の窓に人影が。いや、そんなわけないだろう。でも、心配だから、俺見てくるよ。マリカ、一階にいて。いやよ。秋信部に何かあったら嫌だから、一緒に見に行く。しかし、部屋には誰もいなかった。気のせいだよ、それに。 いた。もしかして陣痛救急車救急車うん。マリカ。秋の部赤ちゃん赤ちゃんは大丈夫。無事に生まれたよ。本当にありがとう。実はね、出産後に子宮からの出血が止まらなくて、マリカは一時心肺停止になったんだよ。私が目が覚めてくれてよかった。元気になったらみんなで我が家に帰ろう。 退院はその後、ミアと名付けた娘の方が早く、私は2ヶ月遅れで退院した。退院後、自宅の窓を見上げると、またあの影が見えた。ミアは、私が守る。それからというもの、ミアが車にひかれそうになった時、秋信が車で出張中に追突された時、隣の家でぼや騒ぎがあった時、その直前に必ずあの影を見るようになった。 一度は心停止した私は体力の戻りが悪く、5年経ってようやくジョギングなどができるくらいにまで回復した。また見えたのか私もういや、きっとこの家呪われてるのよ。あの影は薬病神なのかなさすがにちょっと考え物だよな。私たち夫婦は自分たちの家を手放すことも考えたけれど、踏みとどなったのはミアの一言だった。おばあちゃん笑ってるね。ミア、あの窓におばあちゃんが見えるのうん。 おばあちゃん笑ってるよ。もしかしたら、薬病神じゃなく、俺たちのことを守ってくれているのかもしれないな。現に最悪の事態は回避できているから。お母さん、だいぶ冷えてきたからカーテン閉めるね。ええ。お母さんは本当にこの窓から外を眺めるのが好きよね。若い頃のお父さんはね、家族のことを第一に考えてくれる人だったわ。お母さん最近お父さんの話ばっかり。 亡くなって三年も経つのに、亡くなった直後よりもお父さんのこと話すよね。歳を取るとね、昔を思い出すのよ。昔を思い出しながら外を見ると、あの時の自分たちがそこにいるような気がして。ちょっとお母さん、ボケたりしないでよね。まだまだしっかりしててくれないと。<laughs> そうね。まだしっかりしておかないと。 昔の記憶をゆっくりと順番に解雇しながら、あの時は大変だったなって思い出しては自分にエールを送っているの。もう少し私の人生のピンチは解雇しきっていないから、お父さんが末期癌で自宅での最後を選ぶ日まで幸せだった私の人生を全てなぞっていきたいの。はい、おしまい。あの影は未来の自分の姿だったようですね。皆さんは 今までの人生においてピンチだったと思うことは何とありましたかその度に切り抜けられたのは未来の自分の応援のおかげだったのかもしれませんね。<laughs> おやすみ、花子。皆さんも、よい悪